はい、どうもこんにちは。今日は時速密度 B と磁場 H の違いっていうのを見ていきたいなと思います。で、この2つなんですけども、違いがあるかっていうとそこまで大きな違いはなくて、我々が感覚的に持っているものからするとですね、そこまで あんまり変わらないということなんです。はい、じゃあですね、磁場の方から公式の確認というところでやっていきたいんですが、3つありましたね。直線電流ですね。十分長い直線電流ですね。十分長くないとダメだったんですけども、十分長い直線電流に流れる電流が、十分長い直線電流に流れる電流、おかしいですね。十分長い導線に流れる電流ですね。そいつが半径 R のところですね。R 離れたところに作る磁場っていうのが 2πR 分の I でした。で、円形コイルですね。円形コイルが作る磁場っていうのは中心部分でしたね。中心部分には 2R 分の I っていう磁場を作ってですね、巻き数が N だったら N 倍になりますよということでした。はい、ソレノイドコイルですね。ソレノイドコイルっていうのは結構密に巻いたやつでですね、十分長いコイルですね。十分長いコイル。まあ、半径に対して長さが長いということですね。その時はですね、巻き数密度ですね、単位長さあたりの巻き数をスモール n で表してあげた時に ni でかけましたよということだったんです。はい、これが磁場だったんですね。ただ僕らが小学校とか中学校で習ってる磁場っていうのは、高校物理で習ってる磁場 h とはちょっと違うんですよね。ということで、今回はですね、我々が習っている感覚的に持っている磁場っていうのを電磁石を使って考えていきたいと思います。で、電磁石を強くする方法っていうのはありましたよね。3つあったんですけども、覚えてますか？大丈夫ですか？3つちょっと思い出していってください。はい、じゃあいいですかね。1つ目から確認していきましょう。1つ目は電流を強くすると磁場が強くなる、電磁石として強くなるということでしたね。なので電流を強くしてあげると、あ、磁場確かに強くなってるよねっていうことで、あ、なるほどなるほどってなるわけなんですよね。 OK ですね。はい、じゃあ続いてですね、巻き数を増やしてあげると磁場が強くなる。まあこれもいいですね。まあ今回巻き数が増えているものっていうとコイルになってますから、直線電流はちょっと関係なくなってくるんですけども、巻き数が増えてあげると、これ N が大きくなりますから磁場強くなってる。うんうんうんって感じですよね。で、巻き数が増えると単位長さあたりの巻き数スモール N も増え大きくなってますから、まあ、磁場強くなってますね。うんうんうんって感じなんですよね。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目、鉄心を入れる。どうしましょうって感じですよね。鉄心入れても変わるものって何もないんですよね。困ったなっていう話なんですね。なので鉄心入れてあげると電磁石、磁石として強くなるっていう話だったんですよね。でもこれ磁場では説明ができないんですよね。なので鉄心を入れたら何か空間的なものが何か変わってくるというふうに考えなきゃいけませんね。物質、媒質が変わってくるというふうに考えなきゃいけませんから、鉄心を入れる、要するに媒質を変わったことによって何かしら影響が出ますよねっていう係数をちゃんと入れましょうということなんですね。その係数を入れたものを時速密度っていうんです。はい、よろしいですかね。 B イコール μH という関係で表されてですね、この μ というのは等時率と言いました。はい、いいですかね。等時率っていうのはちょっと書かせてもらいましたが、倍数の違いによる影響を与える係数ですよと。なので真空の場合だったらちょっと弱いですけども、これが鉄とかになってくるとボンと強くなるということですね。それがこの等時率 μ によって与えられているということなんですね。じゃあちょっと考えてほしいんですけども、我々が感覚として持っている磁場っていうのはH の方ですか？それとも B の方ですか？どっちですか？やっぱこっちの方ですよね。なんか鉄心入れたら強くなるのって磁場って感じがしますよね。でも、時速密度なんですよ。高校物理においては。おそらくですけども、最初に我々が磁場だと思っている磁場を発見した時にはですね、磁場じゃなかったんですよね。まあ、エルスデッドさんが、電流流してですね、コンパスが動いたことによって磁場っていうのを発見したんだけども、実は鉄心の影響とかは全然考えてなくて、鉄心入れたら、鉄心やったらまた変わってくるやんかっていう話だったんですよね。なので、最初からね、そこの影響まで考えたら、この B を磁場って言ってたかもしれないんですけども、最初に発見されたのがこっちだったのでね。なので、感覚的に磁場的なものは時速密度の方なんですよね。いけますか？なので我々が思っている磁場、思っているわけじゃないけどね、思っていた磁場の方は実は時速密度の方で、鉄心入れたら変わるやんか、それの係数が μ ですよっていうふうに思ってくれたらいいんです。で、 H ってのは何かね、ちょっと発見の順番から考えたらちょっとね、不完全なものが最初に発見されたっていうふうに思ってくれたらいいです。
電流もそうでしたね。電流もプラスの電気の動きで最初は考えていったんですよね。でも実際プラスの電気は動くはずないですね。陽イオンが動いたらおかしいですね。僕の右手から、ね、左手にかけてですね、電流が流れたとしましょうと。これ電子が移動してるだけですよね。これプラスの電気が移動してたら陽イオンが動いてますから、炭素原子がこう動いていってるわけなんですよね。だから僕の右手がひょこひょこひょこってこんな感じで移動していくわけなんですよね。マジックじゃないんだからね、そんなこと絶対起こり得るわけがないんですよね。でも電流を発見した時にはプラスの電気が動いてるって勘違いしてて、そのまま行っちゃったんですよね。なので最初に H を発見した時にこれが磁場だと思っちゃったんです。でも後々出てきた磁束密度の方がちゃんと全てを表していることができてたんですけども、それを磁場とは言わずに磁束密度と言ったんですね。 H は尊重して残しちゃったということだよね。電流もプラスの電気の動きっていうのを尊重して残しちゃったんですね、ということなんです。なので基本的に使うのはどっちかっていうと、もちろんですけどもこっちの方ですね、 B イコール μH の方を使っていきますから、絶賛ですね、こっちをじゃん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 使っていきますから、こっちをしっかりとね、定着させてほしいなと思います。はい、ということでした。はい、よろしいですかね。まあ小話程度のお話でしたけど、理解が深まるいい話だったのではないかなと思います。投資率ですね、鉄心の影響を考えたもの、我々がずっと磁場だと思い込んでたものということでしたね。よろしいですかね。じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。時速線の本数がなんか3本あったものが10本とか100本とかになって、コイルを貫く時速線の本数が増えるってこともあるし、あるいはですね、実際